ラジェス航空基地、または、第4航空基地やラジェス飛行場、民間航空部門では、ラジェス空港は、ポルトガルのアゾレス諸島、テルセーラ島ラジェス近郊にある、ポルトガル空軍の航空基地。1941年から運用が開始された。ラジェスの北東部に位置し、プラヤダ・ビトーリアにある軍港とは、軍用道路で結ばれている。また、島内には、 電気通信設備や燃料備蓄施設が点在しており、緊急の際には、スペースシャトルの非常用着陸場となっている。飛行場の期限は1928年に、ポルトガル陸軍のエドアルド・ゴメス・ダ・シューバ中佐の報告書により、テルセイラ島に陸軍航空隊用の飛行場施設を建設する可能性が検討された。しかし、サンミゲル島のアシャダが代わりに選ばれ、 飛行場が建設されることになる。1934年、アシャダ飛行場は、困難な気象条件と不十分な施設により、不都合が生じていたため、テルセイラ島ラジャスに仮設滑走路を陸軍により建設される。第二次世界大戦中の1941年に、滑走路は拡大され、第5航空基地となり軍は資機材を運び込んだ。当時は、 ドイツ軍と連合国軍の脅威にさらされ中立性が侵害されていた。ポルトガル政府はアゾレス諸島の占領を防ぐために航空部隊を含む軍隊を駐留させた。しかし、1943年にポルトガル政府はイギリス政府と協定を結び、イギリス空軍に使用を許可した。第二次世界大戦終盤になると次に、 アメリカ合衆国空軍にも使用が許可された。戦後、ポルトガル空軍は、捜索救難と、気象観測及び、空輸業務に重点を置いた。アメリカ合衆国軍では、ヨーロッパや、地中海及び、中東方面への中継点として、戦略的に重要な役割を担う。1974年の、第四次中東戦争では、イスラエル向け緊急援助物資の輸送や、 1990年の湾岸危機では、本航空基地を中継して、大規模な空輸を実施した。1976年には、ハリケーン ME から避難するために、ベネズエラ空軍の C-130 が、緊急着陸しようとするも突風に煽られ丘に、激突し、乗員68名が死亡する事故が起きている。 1980年にマグニチュード7.0の地震に降りてるセーラ島は後半に被害を受けるも基地施設の被害は軽微であった。2001年にはエアトランザット236便滑空事故でエアバス A330 が緊急着陸に成功している。アメリカ合衆国空軍ポルトガル空軍。ありがとうございます。